チームは正解でクイズ。いやー、はい、ということでケンシン君の自由研究第2弾。イエーイ。さまざまな、レトルトカレーを、ケンシンが夏休みに食べて、はい、紹介していく、研究していくこのコーナー。さあ、やってまいりました。本日紹介させていただくのはこちら、喫茶店のビーフカレーと、ケンシン君どうぞ。完熟トマトのバターチキンカレーです。イエーイ。見えるかな、ギリギリまでこぼれるよ。せーの、いただきます。どうぞ。半熟トマトのバターチキンカレーを一口お口に運ぶ。さあどうでしょうか。ものすごくトマト、おう、めちゃくちゃトマト、あんまり好きじゃない。いや、うん、めちゃくちゃトマトです。トマトって感じなんですね。じゃあパパの方食べますね。喫茶店のビーフカレー、ほんとビーフカレーっていう色合いなんでね、普通のビーフカレーの味なんでしょうかね。うーん、あ、なるほど。うん、あ、めっちゃビーフカレーちょっと甘さがある、ちょっと甘い、ほんまに書いてある通りフルーティーな甘さがきますね。なんか玉ねぎの甘さとは違う、なんかちょっと甘さがきます。へえ、うん、いい感じ。そんなに辛くない、ほぼ辛くない。はい、うん、おいしい。辛さは、え、なんやろ、辛さの表現、あ、中辛、中辛なんですけど、辛くないですね、全然。はい、あるある。ということで交代しましょう。チェンジ。じゃあ交代して食べてみましょうか。すごいビーフカレーだよ。ビーフカレーって感じだろ。うん、どう、おいしい。ビーフカレーって感じだろ。うん。ちょっと甘くない？甘いけど最後になんか、うん、カエルが来るよね、うん、おお、でもほんまそれ書いてある通りだ。ほんのり感じるほろ、あ、苦さは書いてないな、最後にちょっと辛いって感じ。はいはいはい、じゃあパパ食べてみますよ。半熟トマトのバターチキンカレー。おお、ほんまや、もう匂いからトマトでしょ、うん、トマト、おお、トマト。ものすごくトマトでしょ。トマトです。前回のバターチキンカレーとはまた違うね。めっちゃトマト。これでも結構好み分かれるかも。あんま好きじゃない人は好きじゃないかも。どうですか、パパは。パパはあんまりです。いや、僕もなんかな。入ってください。入ってください。こっちのが美味しいですね。うん、じゃあこれの勝者は？ゼリー。こちら、喫茶店のビーフカレー。まあまとめると、ほんまになんかよくあるっつったらちょっと言い方難しいんですけど、ビーフカレーっていう感じの味わい。はい。ちょっと甘くて、後半ちょっと辛い。中辛ですけどそこまで辛くないんですね。はい。でこちらがトマトです。ほんまにトマト。ほんまにトマトって感じ。ね、ちょっとその好き嫌い分かれそう。トマトがそもそも嫌いな人はもう絶対無理やと思います。はい。ということで、2種類、完了。さあ、ということで今日の、3種類目と4種類目ですね。はい。じゃん！こちらが、ザ・ホテルカレー。ザ・ホテルカレー。コクの中辛。はい。ということで中辛ですね。はい。で、こちらが、カルビチェジャーノとチェダーのダブルチーズカレー中辛です、はい、ということで、これは僕たちの中で前評判、これがいっちゃうまいんちゃうかって言ってるような、はいはい、楽しみですね。こんな感じ見えるかな。チーズカレーですけど全然チーズが見えないこのパッケージのようなチーズは見えないんですね。はい、
それではいただきます。いただきます。どうぞ。前評判1位のパルミジャーノとチェダーのチーズカレー。チーズ、おお、見えるやん。めっちゃ美味しそう。はい、食べてください。ダブルチーズですからね。美味しそう。うわ、お、やっぱり美味しい。言って言って、コメント言って。めっちゃチーズの味がすごい。ああ、さすがダブルチーズだけあって、はい。辛さは、辛さは、うん、口に入れた瞬間にちょっとピリってくる感じ、うん、おお、なるほど。じゃあ食べてみますよ、こっち。ザ・ホテルカレー、いただきます。うん、あ、なるほど。ああ、さっきのビーフカレーと似てる。はい、うん、ビーフカレーって感じですね。うん、辛くないです。中辛ですけど、あ、でもちょっと辛いかも。甘みが最近紹介してる中でも甘みが少ないかも。すごく甘みが少ない。美味しい、うん、美味しいですけどね。まあ普通ですね。美味しいですけどね。交代しましょうか。こっち楽しみ。じゃあ交代しましょう。はい、こっちがホテルカレーですね。中辛、はい、どうぞ。どうですか。あんまり甘くない。甘くないやろ、うん、大体そのレトルトのカレーってさ、その玉ねぎとかの甘みが結構きついんだけど、全然甘くない。甘くないやろ。おいしい。じゃあこっち、待望のチーズカレー、いただきます。うん、うん、あ、おいしい。おいしいんだよ。おいしい。パルミジャーノとチーズのチーズカレー、これちょっと辛いですね、はい、中辛やけど、これでも今のところダントツで1位かも。あのレトルトカレーの中でも結構本格派な味な気がする、はい、美味しい。これめっちゃ美味しい。美味しい。どう、美味しい。それ 1位は今のところ。めちゃくちゃ美味しい。うん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 、なるほど。でもそれ食べてからこれ食べるとでもちょっと甘いかも。基本的にレトルトカレーはちょっと甘みがありますよね。うん、美味しい。美味しいね。さあ、ジャッジしましょう。はい、決まっております。こっちかな。こっちかな。せーの。こちらの対決だ、勝者はパルミジャーノとチェダーのダブルチーズカレーの勝利。イエーイ。さあ、ということで、前回の動画と合わせて順位がどうなるかということで、本日紹介してさせていただいたのはこの4種類でした、はい、そちらからパルミジャーノとチェダーのダブルチーズカレーと、何ていうの、喫茶店、あ、そう、喫茶店のビーフカレーと、完熟トマトのバターチキンカレーとザ・ホテルカレー、国の中からでした。はい、この4種類で順位をつけさせてもらうと、1位がこいつ、チーズカレー、2位が、うーん、難しいですね。難しいですね。そうですね、同点くらいかな。じゃあこれ2位だ、はい、で、3位。よーい、すいません。すいません。これはね、トマトが強すぎた。ちょっと特徴があります。ありすぎます。はい、まあ、ちょっとトマトすぎたな、うん、なので、苦手な人と好きな人とめっちゃ分かれると思う、はい、でこれはもうスーパー美味しい、はい、めっちゃ本格派のカレーって感じ、はい、これね、はい、すごいですね。でこのビーフカレーたちはもうなんかビーフカレーって感じ、はい、
はい、ということで本日の紹介はこの4種類でした。次の動画ではまたさらに紹介していきたいと思います。はい、また見てください。バイバイよし、じゃあケンシン、はい、この前の動画と順位をつけていこう。はい、最下位8位で7位。完熟トマトのバターチキンがちょっと癖が強すぎましたね。はい、バンモンドガレーはねちょっとね甘すぎましたね。でね、そしてこっちが現時点で1位。これはうま、美味しかった本当に。でこれがケンシンくんの2位だそうです。バターチキンカレーね。お、カレーマルシェが、なるほど。1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位1位